自称寺、通称銀閣寺。銀閣、自称寺の公式サイトでは銀閣寺というふうにもあって、銀閣寺というのを間違いではない、どう間違いではないというふうに、臨済宗の、小国寺派では、一応銀閣寺の間違いではないと。だからまあ入試で銀閣寺とか言って罰になるのはちょっと気の毒なところがあるという話もちょっと出てました。正式名称は自称、自称寺。銀閣寺のこの観音殿です。これはフリー素材から取ってきました。実は銀閣寺の前身とは浄土寺って言われてるんですね。仙台宗で、創建年代は不明であると。とりあえず平安時代の初っ端には記録があって、銀閣寺の歩みというのを見ますと、遠鎮が、住して浄土寺といいというふうに書いてあって、まあ天台宗系のことは間違いないわけです。天台座数が道を再興して住して浄土寺座数というふうに言ったと。ということで、まあ、比叡山の関係の寺であるということです。鎌倉時代に、近衛家から立花の御園を寄進されているということで、近衛家との関係もあったということが言われています。浄土寺言うたら、ただ、あんまりまあ、知られてるわけじゃなくて、浄土寺言うたらもう誰もが思いつくのはこれなのね。で、室町時代に足利義教の十七の義人が門跡で入室したということで有名であると。法に睨んで消失して、この浄土寺跡に東山の、現地生寺が造営されているという、まあこういう話なんですが、浄土寺で我々、まあ一般に出てくるのはもうここだけなんですね。これ以降の話はあんまり実は私も最近まで知らなかったというか、これで調べ出すまで実は知らなかったという、私が知ってたのは浄土寺はもうここの、これだけなんですね。というのはこれが後の足利義美であるということで、島沢はこの義美のおった寺の後に、東山殿を建てるということで、まあそういう意味では、そういうことかと感じしか持ちません。義人さんの話ですけども、この義人、足利義美、足利義教の10男で11男中、11男おったんですね、足利義教は。ただ、その10男で下から数えて、2人目という。実は成人したのは3人だけしかいなかったと。11人おって、大半は幼児のうちに死んでしまって、あと何人か、まあ10代ぐらいまで生きておったんですけども、応仁の乱の直前の頃にはもう残っていたのは、3人。まあ、つまり、成人というかは、きっちり青年に到達したのは、この、義人と、成功と、吉政の3人だけで、一応2人とも、お寺に入ってました。天龍寺と、それから、浄土寺と。他にも、比叡山とか入ったものもったんですけども、すべて、この段階では死んでます。皮肉なことに、生き残った人間はみんな、現存しています。まあ、義勝は、関根で廃人しちゃって、七代将軍、で、八代将軍。吉政が、政友を飛ばして、これ、年齢順に配列されてます。長男、四男、五男、十男だそうです。義勝と、それから吉政は、一応、日野重子の、あれなんで、まあ、一応、即死ですが、日野重子の書生であって、まあ、一応、日野家の出であると。いうことで、吉野家の、正室であった、大木町三条忠子との間には子供が生まれなかったんで、日野重子から生まれた義勝が、一応後継者として、まあ、扱われていて、あとはみんなお寺に入る準備をしていたみたいです。ただ義勝が死んだので吉政に回ってきたと。この足利義美の母は大木町三条、忠子のに仕えていた女房なので、その縁で、ただこの兄である三条実政に養われます。まあ、それ、基本的に、義勝は、伊勢家。これは、最初からあったので伊勢。だから、ここで、武士としての、統領。で、義政は、烏丸。これが三条と。いうふうに、まあ、基本的にお寺に入る人間、貴族に育てられてるみたいですね。彼は浄土寺に入って、浄土寺の門跡を取ったんですけども、中継ぎとして、擁立されると。まあ、この辺は、入試とかでもよく出てくる。義政には子供がいなかったので、義美が、建てられたと。ところが、義政に子供が生まれて、大騒ぎと。ネタで使われますね、よく。あ、それから、ここに、途中で忘れてた。義美の下根がいて、これ、まあ、前もちょっと書いたかもしれませんが、同母の姉妹同士で結婚してるんで、まあ、近年言われてる、あれでは、要するに、富子にとっては、どちらに転んでもよかったと。
まあ、どちらに転んでもかそれはまあこっちがいいに、こっちはベストなんですけども、とりあえず、吉見を立てておいて、吉井沢を、まあ、あと、絵の中継ぎとするのは、まあ、理にかなってるだろうということで、近年では、吉見と、富子の関係を、まあ、ちょっと見直す必要あるんじゃないかなという話です。文章の政変で伊勢定近に狙われて、吉見のケチのつき始めです。応仁の乱では東軍首相として活躍しますが、定近復帰で亡命し、後に、日野勝光の排斥を要求して失脚して、西軍に拾われると。で、この辺ものすごく、入り組んでいて、よくわからない。ね、日野勝光も最初は西軍に心を寄せていたんじゃないのかと。なんでその、吉見が勝光を排斥要求したらいきなり、こいつは西軍に行って、勝光は、東軍に行くんだとか、いろいろわからんとこだらけ。富子に関しての見直しっていうのは結構進んでますが、実は勝光に関する、見直しっていうのも本当は必要ないかと。結構、今谷明先生なんかこの勝光については、まあ結構面白いことが言ってあって、勝光が将軍家、応仁乱の時に、細川勝元に、まあ、将軍の命令を下すのを、反対したと。で、それで勝元に狙われるんですけども、その時に、今谷先生は、勝光が珍しく正論を吐いたと。まあ、その珍しくというのが、あれなんですけども、普通にそれまで勝光というのは、自分の欲から、勝元の、言うことを聞くのに反対したというふうに見られたと言ったんですけども、要するに勝光の言い分は、要するに山名と細川の死闘であって、そこに将軍が入ると話が紛らわしいと。これをまあ正論というふうに、まあ今先生に立って、なるほどなと。勝光像も、ちょっといろいろと、考えられなきゃならないんじゃないかなという気がしています。この足利義は西軍の首相になって、いわゆる西幕府を作っていくわけですけども、応仁の乱の収束後、結局、義政との関係はうまくいかずに、美濃の国に亡命して、前半生はこれで終わります。で、後半生は、明王の政変の直前、復帰して、まあ、義政が死んで、その直後に、彼も後を追い亡くなっていくんですけども、その間に、富子といろいろとごたごたやってますが、まあ、その辺時間があれば、また、義見の後半生、についてまた説明したいと思います。で、結局、室町幕府の、将軍家で残るのは、吉谷にも子供生まれなかったんで、皮肉なことに残るのは、吉見でも吉政でもなく、この正友の子が残ると。現在、足利として残ってるのは、もうだいぶ前の足利も当時の子孫の方が男爵足利家であって、この吉住の子孫の方は、平島公方として、残りますが、武士身分として認められなかったんで、爵位もないということになっています。この足利義見の問題については、まずやっぱりこの応仁家をめぐる桜井家長論争、この辺を検討しなきゃならんわけであって、応仁家をめぐる桜井家長論争。要するに通説、それまでの通説に従うと、結構話が応仁の乱って、ここで教えてても、わけわからんのですね。最初は、もともと吉見に譲るつもりが吉久が生まれた。で、富子と吉久が宗前に結びついて、一方吉見が勝元に結びつくと。ところが、応仁の乱が始まると、しばらくすると、吉政、富子、吉久が勝元に、吉見が宗前にというふうになっていって、全然この辺がいろいろ変わる。で、これは結局、富子が吉見が生まれた、吉見に対抗するために、吉見が勝元とくっついてたから、宗前とくっついた。つまりまあ、宗前と勝元にはもともとなんかいろいろと、問題があるという、対立があると。三管領と四職の対立がある。そこに、この富子吉久と、吉見の問題が入ってくると。それが応仁乱終わると、まあ、なんせ節操がないもんですから、とりあえず、富子と吉久はとりあえず自分を持ってくれたら誰でもいい。一方、宗前や勝元も、まあ、どちらでもいいという、そういう、まあ、そういう意味で、義なき、とか、まあ、混乱だけのむちゃくちゃな、ぐちゃぐちゃだと。で、ただ、これに関して言われているのは、この部分の図式っつうのは、応仁記であって、この部分の図式っつうのは、
同時代資料などから、分かるもんであって、実はもともと資料の形が違うんじゃないかというあたりから話がですね。この応仁記、つまりこの図式っつうのが、この応仁記におけるこの図式っつうのが正しいのかということなわけです、ね。この図式が正しいのかと。応仁記の、信憑性。家永淳二先生はこれを捏造であると。応仁記っつうのは、書かれたのが大体、明応年間であって、これは明応の政変で、細川政元が勢力を握った、まあ、その、頃であると。ちょうど富子が、亡くなった頃、吉種が、復活してくる頃、吉見の息子である吉種が復活してくる、そういう中で、富子の終わるもんにする。富子を悪者にする形で、作り上げられたものではないかというのが、まあ、家永説の、概要です。それに対して、桜井英二先生は、いや以前から富子と宗瀬の提携関係は存在していると。西軍が、富子吉田の支持基盤である。で、家永説にあるように、家永説では、もともと宗瀬と吉見は関係深かったけど、それは、そういうわけじゃないと。ここの図式、この矢印の部分の図式、これは、実際に存在するのであって、応仁記批判は冤罪であると、いう批判を、まあ、家永批判を展開すると。まあ、かなり激烈な批判で、哀れな家永支持者とか、フェイクに対するあれとか、歴史学の根本的な問題だとか、まあ、歴史学の危機だとか、まあ、そこまでいろいろ言ったわけですけども、応仁の乱の収束に向けてと。じゃあ、応仁記捏造説の収束に向けてということで、もうこれは、ダメ押しだと。形で、まあ、特に、五座雄一氏に対してものすごく、厳しく批判をしています。家永説のスポークスパーソンになっている、五座雄一というふうに、まあ、厳しく、特に五座説をかなり厳しく批判していると。まあ、特に、多分五座さんの、応仁の乱、あれを多分かなり、意識していると思うんですけども、応仁記批判は冤罪であり、応仁記は正しいことを書いていると。それに対して、今年になって家永淳二氏が批判をだまだしていて、文書の政変の時に、吉見と宗瀬が提携していると。そこに吉政富子が合流してきたという、そういう形であると。だから富子が、吉久の身のことを宗瀬に頼むつうのは、こういう文脈であって、以前から、宗瀬と富子が合流した、仲良かったわけじゃなくて、先に吉見と宗瀬の提携があった後に、そこに、富子が合流してくる。なぜか言うたら、家永説によると、要するに、吉久の養い親が、伊勢定近であると。いうことは、定近によって、吉見の排除が図られた、この文書の政変。では、この吉久に対しても、当然何らかの身の危険を及んでも不思議ではない。そういう状況の中で、富子は、吉見宗瀬と手を結ぶことによって、自分らの身の安全を守ろうとしたんじゃないかというふうにまあ考えていて、だから吉久と、富子が宗瀬 B 期っていうのは、まあそこから話が始まってるんじゃないかと。話がややこしくなるのは、応仁の乱が勃発したときに、勝本が吉政と吉見、それから富子、らを、一斉に確保したために起こった問題であって、富子がなんかそういう、乱のために働いて、暗躍しているという説は、これは、この伊勢定近の、この謀略を隠すために作られたネタであると。だから、応仁記そのものじゃなくて、応仁記における富子暗躍説は、これは排除されるべきであると。いうふうに、家永先生はおっしゃっているということですね。他にも細々したところはいろいろ書いてあるんですけども、大雑把で大枠を言うならば、伊勢定近の問題をどう評価するのかと。結局、応仁記では、この伊勢定近の、問題は取り上げられないと。というのは、これ結局、伊勢家というのは、その後もずっと、定近、定宗、定道と、ずっと、室町幕府で、ずっと影響力を持っているわけであって、まあ、伊勢家を悪く書くわけにはいかないと。そういう側面が応仁記だったんじゃないかというのは家永説です。それに対して、
そういう資料に、が冤罪であるというのが桜井説であると、いうことが言えると思います。まあ一つ目は、こういう感じで、まあ、特に応仁記をめぐる桜井永長論争なんかがまあ一つのポイントになるかなと思います。もともと吉見宗全、吉政富子がグループやったんですか？要するにもともと吉見と宗全の間の提携があって吉政富子がゴールデンで、まあ、こういう一つの大きなグループが出来上がっていると。ところが、乱勃発時に、勝本がこっちを取り込むというそういう図式ですよね。吉見も含めて要するに文春政変から上五両の戦いではネタの中では宗全と富子の、連携が成立すると。ところが、その半年後の、大仁乱勃発時に、勝本が吉見と吉政を確保して、したんで、まあだから、吉政富子、それからあたりが、米軍びいきだというふうに言われるのはそういうことじゃない、そういうことなんだろうというふうに私は思うんですけども。ということは、大仁乱の勃発は、クーデターと考えていいわけ？そういうことですね。そういうふうに言われますね。そもそもの上五両が宗全の、クーデターで、まあ、クーデターに次ぐクーデター的な感じですが、どっちか言ったら勝本はかなり強引にやってるというふうな見方かなと思います。で、その後、なんで吉見が東軍の首相として転戦するの？そこ吉政から、まあ、取り込まれた吉政が、まあ、あれしたからかなという。うん。それだったら首相は裏切って突っ込んだら一気に壊滅じゃない。だからそれができない状況だったってことね。うん。これ局面なんですけどね。はい。文章の政変より前があるでしょ。はい。ここがまあ第一段階として。で、文章の政変が起きて伊勢定親がいなくなって応仁の乱が起きるまでが第二段階で、乱が起きてからが第三段階で、吉政が伊勢定親を呼び返して吉見が西軍に行っちゃうというのが第四段階に分かれるんでしょ。違うんですか。そう、それはそう感じですね。そうですね、うん。で、第三段階応仁乱が始まった時にはで勝本がみんな取り込んじゃいますよね。うん。御所かどうかを確保して吉政も吉見もそこにいたんでしょ。うん。そこを勝本が占領しちゃったから花の御所か花の御所ですね。その時にみんな確保したんでしょ。うん。天皇院まで含めて。うん。で、その前の段階では、乱が始まる前は、宗全の方にいたんですか。上五両の戦いの時には、その、吉政富子、吉伊佐、それから吉見、それから天皇院は全員、宗全の方にいます。吉見も宗全の方にいるんですか、この段階では。上五両の段階ではそうですね。だからこの上五両の戦いの時には、全員宗全側にいます。文書の宣言が起きる前は起きる前は、まだ宗全と勝本は対立してないんか。うん。あ、そうか。で、吉見の後見者に勝本がついていると。吉久と定近がくっついてるんですよね。うん、そうですね。定近と吉見は一緒にならないと、うん、いうことだけは確かなんですよね。要するに吉見の方に行かれたら定近としてはうまみがないと。で、問題は結局桜井先生の家長先生批判の一つのポイントは要するに富子が吉見をそのままやすやすと認めるというのは認めがたいというのはあって、まあ、要するに中継ぎとして吉見を寄りたという家長説に対して、それはないやろうと、それは富子としたら吉見がつくことには不満を感じるだろうというそういうあたりの対立あると思うんですよ。あ、富子が吉見でもいいやと思うか思わないか。思うのが家長先生で、うん、思わないのが桜井先生と、うん、そういうことですか。そういうことですね。金子先生は両方とも、ご存知ですよね。家長先生も桜井も。いやっていうぐらいよく知ってる。いや、ね、年代確か桜井先生と同い年でしたけど、桜井の学年上。
早くの上。よく知ってるよ。よくわからん、こういう政治史は。この二人の関係性はどうなんだろうね。どうなんだろうね。この間は、私学会は室町大会だったけど、桜井さん来なかったね。家長さんが司会だったしね。ああ、なるほど。数年前の私学会ではなんか激論と戦わせてたから、よくわからん。やっぱり、前からそういう大人の乱関係のあたりで、別にそれで人間関係が悪いってわけじゃないと思うけど、うんうん、要するに、ものすごく激しく対立してるんだな、激しくこう、論争してる。論争なんです、論争してるんですね。これがかなり感情的な物の書き方で、かなり苛立ってるなというのはよくわかって、よくわかって、短期になったね、桜井さん。それ私が不思議なのは、なんで桜井先生がこんな政治史の方にやってきてるのかよくわからないよね。なるほど、経済、金融、文化の先生がよくわからん、私には。阿弥陀学の後継者というふうに本郷先生が言った桜井先生が、ね、もともと高校だしね、あの人ね。あ、高校、うん、あ、それは知らなかった。いや、よくわからないです、ここら辺難しくて。もう人気の資料批判でしょ、ベースは。お、ベースはそこですね。ポイントは、富子にとってどっちにはなっても妹の子、婿だから。うん、そうなのかね、なかなか難しい微妙なとこですね。うん、これは資料的には証明できないですもんね。インタビューするわけにいかないし、これ以上は無理ですね。これ両方ともが認めてはるのは、論が始まった時点で細川勝元側に吉政も吉見もみんないるのは、それは勝元の動きが早かったから取り込まれたと、うん、いうだけのことで、これもし宗全が先動いて彼らを確保していれば、みんな総選側にいたということですか。そうですね。で、応仁別家の方を見たら、どうも、ご花園も、ごつちみかども、どうも総選びいきであったらしい、書き方がしてあるんですよね。応仁別家という、資料を見てみると。ということは、意外と世の中に、国内には総選びいきが多かった可能性が高い。ただ、明らかにこの駅は勝元なんですね。要するに勝光をものすごくボロクソ抜け出してるから。大乱乱勃発の、あたりで、勝元に睨まれる、勝光を悪く書いていて、要するに勝光は総選と結びつけるやつやというふうに書かれてるんで、どうもその辺、の問題もちょっと、見てみな本当かんのかなと思うんですけども、いろんなことがあるけど、そうなると応仁の乱というのも、要はとりあえずは玉を抑えた方が勝ちっていうパターンで始まったわけですね。そう、そういうことありますね、うん、ところがそれでは収束しなかったと、うん、そういう意味じゃ戦いのパターンは変わるんですね。うん、まあ、宗全の油断とかそういうふうに、まあ、一般には言われてるけども、五両林で、上五郎の戦いでボロ勝ちしたんで、まあ、宗全としても勝元が噛みついてくるとは思っていないという、そういう説明はされますけどね。いや、だから、勝元としては、玉を抑える以外手はないんですよ、もう。うん。まあ、ここは敵が良かったかな、勝元は。この、応仁元年の5月。うん、これ宗全がさっさと動いて、小花園上皇とか吉松とか取り込んでしまっておけば、玉を確保しておけば、めちゃ有利だったんですね。うん。つうか、御座さんはもう、あれ、そもそも上五両で宗全が手出しせんと、ほったらかしておけば、それで終わっとったやんと。うん、要するに、まあ、吉弘と、畠山吉弘と畠山さんで、ちょっと戦場の場数とかも違いすぎるし、何も、手出しせんと、吉政が最初に言ったように、やらせたようにやらせとけば、おそらく、吉弘が勝ったんであって、で、勝元も、そうなったらもう、諦めたやろうというような話に、
書いてあったけども、うん、まあそうも言えるのかなと。あとそういうあれですね、あの桜井先生、そういうあれやな、あの石田春夫先生、あの富士女子大学の石田春夫先生ともなんか喧嘩しちゃった。石田春夫先生がなんかあの富士女子大学のあのサイトのところに、あの明らかにこれ桜井先生なんだろうけども、まあ桜井説のあの畠山の内紛争いが、あれな立つのを、まあ書いていて、家長説を援用しながら、あの石田春夫先生がこのこれで柴家の内紛と大仁乱の関係を言うたのがどうも、桜井先生気に食わなかったのか、あの石田春夫さんをかなり批判したらしくて、石田春夫さんがかなり切れてあの文句へとありましたわ、富士女子大学のあの教員紹介のところに。基本的に義弘とこの松永の関係はここか、これなんかなというところですね。だから本当はここから本当話しないとなかなかあれなんですが、勝本総裁引き分かれたのはここかなと。じゃあなんで上五寮で総裁に手を出しちゃったの？確実に勝ちたかったんかな。うん、なるほど。総裁はそんなに多分あのここのところでこうやってやるとして、いうことよりも義勇に重んずるタイプというふうに、まあ、言っちゃったら、本当はどうかわかんないけども、これはもう一つ、あの苦行部人か、苦行部人にはあの御花園天皇が吉政長追悼の印伝を出したというふうに書いてあるんですよ。もしそれが本当だとしたら悪いのは御花園だよなと。要するにあの吉政は手を出すなと命令したのに、御花殿が院前出しちゃったとなると、これは御花殿悪いよね。うん、形の上でも戦わなきゃダメですよね。うん、で、そこのと吉政と相談せずにパーン出しちゃったんですね、あれ。うん、御花殿はもし、あの、で、あれどうなんでしょう、あの苦行部人にそう書いてあったら、それあの厳文書はないけども、あの厳文書もしは写し等はないけども、あの公共文に書いてあったら結構これ信用していいのかな。まあ、信用する人が多いですよね。で、そのこと実はポロッと書かれたりはするんですけども、あんまり言及されないけども、もしそれ本当やったらかなりこれご飯の図の悪いよね。ご飯の図のチョンボですね。うん、多分しかし本人はええことやった言うていう気持ちで、あの多分松永がいなくなったときに、あの俺の院前のおかげだ言うて喜んだかもしれないと思うと、うん、ああそれは面白いですね。で、あのその頃結構ご花の院前たくさん出してるんですよ、千葉院前を。うん、まあ吉政から言われてポンポン出したんかも出したんだろうけども、あ、難聴関係もあって結構積極的に出してるんですね、ご花のその頃見てると。だから調子乗って出しちゃったかもしれない。なるほど。吉政とすり合わせることなく。だから誰から求められたんですか、柴津院前。宗禅。宗禅ですね。あ、なるほど。だったら宗禅行かなきゃいけないですね。そうなんですよ。まあ、宗禅に畠山政長が悪いという院前を出してくれと頼まれて、ご飯妻が出したんですか。というふうな書き方ですね。うん。だとしたら、ご飯妻は相当責任あるよねという。なのに、こう細川勝元の方に抑えられとんですね、戦い始まっちゃったら。うん、で、それを考えると、確かに応仁別鬼の話は筋が通るなと。要するに、御花園とか、御辻美香ども、勝元に囚われたと書いてあるんですよ。囚われの身となったと。あ、じゃあ、東軍にいるのは本意じゃないんだと。うん。うん。あんまりこの後で天皇ってほとんど、出てこないからあれないけど、天皇のこう、天皇と上皇を見てると結構ちょっと待ってという感じがありますね。辻美香天皇が何してたかって話出てきませんね。うん、まあその頃は御花園天皇の院政が敷かれてますから、多分ご辻美香と何もやってないと思います、宮廷儀式以外には。実権は御花園上皇が握ってると。うん、朝廷では、うん、うん、まあ多分この段階で御花園にあの対抗できる人間おれへんやろし。ちょっと前に戻りますけどね、はい、
義勝、義政、政友、義二兄弟育てるとき、義政って烏丸が育ったって言いましたよね。はい。あ、烏丸言ったら公家なんでしょ。日野家、日野流ですね。ということは、義政は出家予定やったんですか。です。ああ、義勝がちゃんと長生きしてれば、義政は多分どっかの。出家と。うん、うん。多分どこぞの寺に入って。義勝が亡くなっちゃったので、うん、残った子供の中では義政かなと、うん、将軍にするのは。うん、確か、多分正友よりは下だが、比較的年上のはずなんですよね。彼は一応五男だから。義勝が長男、正友は四男、次男は、小松谷に出家してるんか。正友は兄がいたが、兄は早死にしている。斎藤家の、女性から生まれて天龍寺に入っていると。でも上の方やし、義勝、義政って、うん、これ同母兄弟ですよね。同母兄弟やし。だからまあこの子で行こうかと。うん。桜井先生と家永先生の論争はこれからも続くんですか。多分続くんじゃないかな。Facebook のあれで見る限りでは、家長説でいいんじゃないかという声が多いですけど、私の Facebook 友達関係では、どっちか言うたら、二次資料を嫌がる学風の人が多いもんで。でも、桜井説もまだ有力なんですか？まあ、いわゆる通説ですからね、桜井説は、まあ、古くからの。最近でもその家長説の方がなんとなく目に触れる機会が多いのは中田先生が頑張ったから、あの方の顔でしたから、ね、うん、だからさ、あの桜井説、桜井先生ものすごく苛立ってるんですね。これ歴史学研究982では、スポークスパーソンの五座雄一がいて、かなり怒ってますから。それどころかですね、結城正美の、シンクロを走るでも、もう完全に家長説乗っかって書いてありますからね。だから今、漫画から応仁の乱を知った人は、家長説にがバッチリ刷り込まれると。やっぱりね、それは漫画とかね、やっぱ新しい観点をね、出したい人たちから見れば、それは、日野富子って暗躍してなかったんかっていう方が、通説をひっくり返すようになるから。うん、魅力があるよね。日野富子を暗躍説って書いたら、それはまあ、うまいってしやんということやから。うん。歴史学者は別にしてね、そのコミック段階ではね、新しいもの取り入れやすいです。歴史学者はそうですよ。で、そのシンクロ走るの、監修が本郷先生なんですよね。ということは、本郷先生も一応、家長説乗っかってるわけか。銀閣寺の歩みつのに、そういう形でやってるわけですけども、東山文化の話があって、東山御物の問題が書いてあるわけですけども、ここに桜井的観点を入れると、いくつかまた話が出てくると。吉政の頃には幕府が財政難に、まあ、陥っておるということが一つ挙げられると。柯橘の特製一揆による土葬への打撃、これがまあかなり大きいと。まあ、この特性一揆、この特性によって室町幕府の財政というのはかなり打撃を受けると。それに対して V1 特性令とかでそれなりに財政立て直しなどを図っています。それからまあこの頃、日民貿易の後退、いわゆる人選の地、それから土木の変、いったものによる民の求心力の低下、こういったものがやっぱり背景にあって、日民貿易というのが、まあ後退していくと。そういう中で、室町幕府の銅銭ストックも復活していき、そうなると、室町幕府は美術品のいわゆる御物の流出。だから東山御物という形で、まあ、義政の頃にこういう芸術に集められたイメージあるんですが、むしろ実態逆であって、義政の頃にこういう芸術品というのが流出していると。逆に言うたら、義政の頃にはそういう、こっちは流出していく、あるいは献上、要するに贈与の話ですね。まあ、贈り物。贈与依存経済になっていくと。そういう中で、まあ、この日印貿易の後退、まあ、これは唐物から和物、中国から入ってくる、この唐物
まあ、こういったものを武器に、まあ、あの室町文化をリードしてくる室町将軍家、室町将軍家は、まあ、政治の中心である同時に、まあ、こういう文化、室町文化のプロデューサーでもあると。このプロデューサーである室町将軍家の文化的指導力の低下という、そういう中にあって、まあ、義政っつうのはまたいろいろとやっていかなきゃならないと。その頃の室町文化というものが古丹比、いわゆるわびさびの方に継承していく。このあたり、ちょっと私もよく、実はとつながりがよく、まあ、わかんない。なぜこうなっていくのかっていうのはちょっと難しいものですね。個人的には結構ちょっと、私にはちょっとこの辺うまく説明することはちょっと難しい。なぜ古丹比が出てくるのかっていうのは、この辺、実際には突き詰めていくとおもろいんやろうけども、ただ、いわゆる金閣から銀閣への、動きっていうのも、まあこういう側面がある。だからそういう流れで見ると、そもそも自称寺観音殿に銀箔貼るはずないだろうということはよくわかるかなと。ただそれがただ単に、個人の趣味の良さという問題よりは、一連のこういう、社会的な流れの中に考えてみるのも、まあ意味があるのかなという気がします。空物空物へ、古丹比の傾斜、こういったものがいわゆる伝統というものの、伝統的な価値観、伝統的な美術、伝統的文化というものができてくるという時代。15世紀の後半、この長期の16世紀という言い方をするわけですけども、要するに、15世紀の後半から17世紀の前半というのは、まあ、長期の16世紀という形でしばしばこれは一つの時代で取られるんです。まあ、この時代というのは結局伝統的文化というものが、まあ、この中華、中国別の周辺で出来上がってくる。伝統的東洋の創出というような議論ともつながってくる。吉政の時代というのはそういった時代に当たってるんだろうというふうに見ることもできると。この時代の芸術とされたもので、この編み物。まあ、吉政のこの東山殿が善編みと言われる人間。で、善編みが、だけどその子供や孫が、この東山殿の造営に深くなっている。まあ、この善編みっていうのが、いわゆる変わらものという形で言われる身分の低い人であって、そういうことで一時、京都市バスの市内にはこの、銀閣の、写真が貼ってあって、童話問題の話に、つなげてありましたけども、まあ、それはちょっと飛躍があるかなとは思うんですけども、この編み物、何編みという、そういった称号を持つ人々、まあ、こういった人々がこの頃の文化の担い手の一つであると。まあ、道房衆も出て何編みだし、あるいはの、猿楽、能楽、田楽などの世編み、観編み、音編み、そういった人々も、編みと何編みという名前を持つ人だし、この何編みと言われる人々、まあ、こういった人々のあれも、まあ、いろいろと議論するところはあると。で、これ週刊朝日百科、日本の歴史、金閣と銀閣という、しばしば引っ張ってます、これですが、これ、若宮八幡宮、サメガイ八幡宮という京都市の六条八幡宮と、現在五条の方にある、八幡宮に参詣する、足利義持の、図らしいんですが、まあ、おそらくモデルは、吉春か吉住あたりの絵でしょうけども、どう見ても義持には見えないんで、言葉を挙げると、足利義持の参詣である。ここに、剃髪で、こう、頭を剃っていて、派手な衣も服を着ている。これがおそらく道房衆だろうと。これが将軍で、この辺に、まあ、大名とかそういう、クラスの人がおって、帽子はちょっと違いますね。こういう人はやっぱり、慣例クラスで、そばに網、道房衆はついていると。説明によると、社殿では、この図は道房衆についての、稀有の画商で、稀有な絵であって、社殿では応永17年、1110年8月15日と法上演とやって、将軍義持が、当時六条サメガイだった若宮八幡宮へ参拝した時の絵巻物であると。若宮八幡宮像、現在東山五条にある、若宮八幡宮の像であって、愚武の金獣衆にまだあって、3人の、同房衆が、書いてあると。体なのに、低発達、発達姿がそれでて、発達なのに、衣装は色彩豊かであって、腰には刀をつけていると。道房衆の、姿がここに現れていると。
いう話なです。東山の造営ですけども、まあ、この東山の造営というのが、1473年に、義久の、将軍職の継承があるんですけども、これ当時まだ9歳やったんで、当面は政務も当然義政が代行するんですが、彼は結局これ最後まで外交と全員の統制などの重要性も譲らないと。これ実は金の問題なんですよね。この外交と全員統制っていうのは一番多分金になる問題で、ここは絶対譲らないと。まあ、これは東山殿造営のための資金作りのために彼はそこを手放さなかったんじゃないかというふうに言われています。義政っていうのはなんとなく政治に生んで政治から離れようとしたというイメージがやっぱり強いんですけども、実はそれやったらそんなに害を及ぼせなかったんじゃないかと。義政っていうのはある意味ものすごくがめつい男で、簡単にそういう政務とかポーンと手放すような人間はなかったから余計に話がややこしくなったんじゃないかなという気もしてます。とりあえず、義政がいろいろ問題ある人物のはどうも事実です。で、まあ義政と義久には他に義久の周りにくっついて奉公衆と義政の周りの奉行衆の間で喧嘩が起こるとかいろいろ問題も起こっています。ちなみにこの足利義久の周りにいた人の中にこういう人物もいます。伊勢森時とか有名人の中ではこういう人々もいます。大館久氏、いわゆる上皇に大館上皇日記を書いた人ですね。総帥、こういう人もいます。で、それから側室をめぐって徳大寺金有の、娘をめぐって義久と義政の間で、対立が起こると。まあ義久は日野勝光の、娘と結婚したんですけども、うまくいかずに側室の方に行ってしもて、それが義政と義政の間の、対立もつながっていくと。そういう中で義政が引きこもりな中で新将軍代というふうに、まあ、当時の資料で書かれてるんだけども、どうも職務を見てみると慣例の代行の慣例の一部の代行をしているような感じになってる大臣日野勝光。大臣という地位とあれを見ると、まあ、将軍のイメージは強いんですけども、万所の掌握とかやっぱり戦に関わる問題、それから幕府の文書の発給はできない、奉行衆を指揮して訴訟の指揮を取るという、そういうことぐらいしか実はできやってないんだけども、日野勝光が一時は新将軍代というふうに太政に下奏時期等に書かれる、そういうふうなことになってます。彼は1476年に死んで以降は日野富子が日野勝光の仕事を引き継いでいると。で、この日野富子、その頃から義政との不仲が噂される。後世のあれでは富子と義政の不仲というのは結構、応仁文明の乱の勃発当初あたりから、まあ、ささやかれているのは事実で、だからおそらく、当時の京和乱の間では天皇との関係なんかも噂されると。まあ実際富子と、ごつきみかど天皇は非常に馬があったらしくて、まあ要毎日のように、このごつきみかどと、義政と富子は酒を飲んでて、なんか義政の方からごつきみかどの方に今度誰それ呼びたいんだけどもいいですか言うて、いきなり読んだらびっくりするやろうから、うん、でも義政が言うんだったらええよというし資料があって、で、これがびっくりすんのは、そこでいきなりうちらのこのグループに入ったらびっくりするやろう言われてる人間が、確か三条家やったかなんか貴族なんですよ。だから、公家でも、この室町堂に、おった時のごつきみかど天皇の、主演ぶりにはついていけなかった可能性があると。だからそれをごつきみかどもちょっと心配していると。ごつきみかど天皇その頃、富子に仕えていた次女に子供を産ませてますしね、おそらくそういう話などから富子とまあ、関係あるんじゃないかという話まで出てくると。義政と富子の関係が、なかなかいつ頃からか分かりませんが、文明年間の末には、そろそろ、この両者、別居が始まっていくんですね。で、1480年頃には義政、義久が相次いで富子のもとを離れていき、富子は取り残されて、で、富子が個人で、独立して自立してってるわけじゃなくて、あくまで将軍家の御台所としての権力であるために、義政と義久が、離れていくと、
の頃彼女の権勢は陰りが見えるというふうに言われているわけですね。富子が晩年どうたらこうたらというのは、一つにはこの吉政吉久が立って室町殿が焼けた後、彼らは小川邸という勘十寺家の屋敷跡、屋敷に曲がりとったんですね。でその小川邸に、いた3人ですが、まず吉政が離れていき、正午院から長谷、長谷を経て東山へ、吉久も、やがて、富子のことを離れていくと。1083年には、吉政が、正午院から長谷を経て、東山殿に、移転しています。浄土寺の後です。その辺はあれですよね。要するに、吉見と、に対する恨みになったのか、ちょっとわからないです。吉政の、心の内はわからないです。1085年には、東宮堂が、完成。これが現在でも残る東宮堂ですね。そこに後醍醐の位牌を建てているのが目を引きます。これは後醍醐の位牌を建てるのがよろしいと、吉田兼友らが言ったためであって、桜井先生は、室町幕府はず、後醍醐に対する後ろめたさを持ち続けたと。で、後醍醐の怨霊というものにやはりずっと悩まされてきたのは事実ですよね。で、1089年には観音殿が、上塔されますが、上塔されただけであって、完成するのは吉政の死後です。だから吉政はこの観音殿、いわゆる銀閣の、完成水に死んでいます。同年、吉久は曲がりの陣で、病死と。で、この曲がりの陣の病死による悲しみを、その悲しみを表すために、大という、ものを山にこういうふうに書いたという言い伝えがありますが、直接吉政につながるかどうかは分かりません。現在のように五山送り火になるのは江戸時代。吉政は政務復帰を目指すも、富子からの反対もあり、しかも自身も中風に倒れて断念してます。ただ結構迷惑なやつで、この断念するまでの間に、一生懸命こう努力して書こうとして、結果改元が遅れるという非常に迷惑なこともやらかしています。結局政務復帰を目指すも中風のために断念し、吉見と、和睦して、吉種を、将軍にすることに同意します。これは結局、富子の説得やったんですね。吉種を将軍、吉種を、吉見を呼び戻して、吉種と、を将軍にしましょうと。吉種は富子にとっても、老いであるし、悪いあれではないと。で、実はこの後、吉見と、富子の間で一悶着が起こるんですよね。結局、こういう問題が起こってくるわけです。もっぺん、こっちの、系図の方ですが、吉種の方に行ったんですが、この吉種に反対したのが細川政元です。で、政友はこちらの天龍寺の、に入室していた聖子を推すと。富子が結局こちらを推したために、こちらが将軍につくんですが、富子は同時にこの、聖子のために住居を用意してたんですね。小川邸を結局聖子にために譲ってやったと。で、これが吉見吉種の、疑心暗鬼を囲んだって、富子との、対立が始まって、富子の財産没収という形で、富子を反吉種派に回らせてしまうと。で、吉見はその段階で亡くなるんですけども、後にこの、細川政元が、この聖子を押し立てて、足利義澄というふうに、吉種を追放するという名誉の政変が、起こるということで、これが吉見の後半生ですね。名誉の政変の直前に、彼は亡くなります。そういう意味では、最後は、ついつまがあった感じになりますね、吉見という、吉見の人生も。吉政の葬式の時に、吉政のエピソードが語られて、吉見が、美濃の国に亡命している時に、吉見の、美濃の国のある盆山を、引き立ててくれんかと。吉見から吉政に言ってきたと。これはどうも条件を満たさないから、却下しようというふうに話し合ったときに、吉政が、いや、吉見の言い分やから受け入れてやれというふうに言ったと。いう話を吉見にしたら、吉見はにっこりと笑って、うなずいたと。いや、兄とはもともと仲良かったんだけども、周りの人間が悪くて、結局、こじれた思いになってしまったのは残念だというふうに言ったと言われています。
だからまあ吉見と吉政のお互い、認め合ったけども、なかなか現あの結局、うまくいかなかった、そういう関係だったのかなと。でその辺がやっぱりこの東山自称寺の場所にも、よく現れてるのかもしれないなというふうに思いました。で、東山殿、大体こういう感じだって、現在はこちらにある、こういうふうになって、この東宮堂の場所が随分移動してますね。で、あの、ここのところにこういう、あの、に、こういう新しいものが付けられていると。これは自称寺のサイトから、撮ってきました。金閣寺の公式サイト。まあ、室町時代から、あるのはこの、これと、これだけであって、で、この東宮堂に関しては、もともとこの、この辺にあったものが、こっちに移動しているという感じになります。これが、あの、現在考えられている復元図です。あの、例の週刊祭百科から取ってきました。それによると、ここに、東宮堂があって、ここに観音殿がある。現在だったらこっちの方に移動しますね、だいぶ。ここが、吉政とかの住居になります。常御所。で、前に、こう、庭園があって、あの、ただこの庭園は、現存しないと。これなんかは江戸時代に、作られたもんであると、はっきり、銀閣寺のサイトにはっきり書いてあります。これは、あの、江戸時代的な、江戸時代に作られたものと考えられていると。まあ、大河ドラマでは、あの、市川團十郎演ずる吉政が、この、これを作り上げている、箱庭の中でこれを一生懸命作り上げているシーンが出てきますが、どうも、これは実際には、当時には存在しなかったようです。東宮堂同人祭に関してはこういう風なんですね。東宮堂という、建物の中の、この部分が同人祭であって、こういう違い棚とか床の間とかそういった話が、できて、まあ、あの、中学入試とかでも、まあ、昔神戸女学院が東宮堂同人祭を書かせる問題を出したんで、あの、それ以来要マークになっちゃったという、迷惑な話ではあります。観音殿、いわゆる銀閣ですけども、この銀閣の由来というのは、まあ、これは、あの、金閣との対比によって江戸時代に作られたというふうに書かれています。銀箔が貼られた形跡は2007年の調査によってはなかったと。だから銀が貼られていたんだけども、それが剥げたんではどうもないということです。で、あの、問題はこれですよね。こういう話があったんだけど、資金難断念という話があって、これはまあもちろんわからないと。しか言いようがないけど、つもりまでわかりませんから。歴史の流れとか、吉政の、まあ目指したところ、あるいは東山殿の、意味などから考えると、おそらく銀箔を貼る予定っていうのはなかった。やっぱり、江戸時代に銀閣と言われるんだって、当時銀閣と言われたわけじゃない以上は、これ銀を貼るっていうのは、多分、ないと思います。で、もし貼るんやったら銀じゃなくて金やったはずであって、あの、貼るなら金でしょ。あの、銀を貼る意味ないと思うんですよね。これはこれで完成してるんであって、ここに銀を貼るもんでもないんじゃないかなと私は思っています。実は自称寺に関してはこの中尾城の戦いっていうのも、外せないもんであって、戦後49年です。以後よく広まる、鉄砲ですけども、三好長慶に敗れた細川晴元が、千春らと共に坂本へ避難しています。細川晴元は、京都奪還のために自称寺の裏に中尾城というお城を建ててます。あの自称寺の裏山っていうのは、要するにあの、大文字山なんですけどね。大文字の中腹です。如意ヶ岳ですね。正式名称は。大文字山、如意ヶ岳の中腹に中尾城という城を、築城しています。1550年に吉春が、病死した後、吉春は結局、くつく谷で、病死するんですけども、吉春が病死した後、吉輝と細川晴元が、あの、中尾城に入城してます。あの、そこで戦闘が起こってるね。で、意外な、あの、これも、最近知ったんですが、この中尾城の戦いでは、鉄砲による戦死者が出ている。これ、山科時継の日記に、書いてあるんですけども、鉄砲による戦死者が出ている。1550年。だから、日本初の鉄砲使用例なのかとも言われています。鉄砲が伝来して、あの、数年後には、1542年ともありますが、から数年後には、鉄砲が実戦に投入されている例として挙げられます。放っておけない、長吉は、松永長頼を、近江に配して、後ろを脅かすために、シテルは撤退し、退却します。で、中尾城を破却されます。
あのこの戦いで実は自称者観音殿と東宮を残して離散してしまいます。だからもうこの段階で、自称者はほぼ敗絶状態。それはだから信長も、そこにある石を、結局持ってって足利義明のための、まあ、二条城、旧二条城、義明の将軍御所のために、自称寺の、まあ、庭を再利用するという形で自称寺は荒れ果てていくと。で、江戸時代に慶長、20年、宮城友盛という、人物、あの、今回公務や千代院などの再建にも当たっている、人物なんで、まあ、そういう多分ノウハウがあったんだろうと思います。朝鮮出兵の、時の撤兵、つまり朝鮮から撤兵する時の、中国との中国朝鮮との交渉役に当たっていたりする。どっちか言ったら、そういう意味では、あの、武というよりは、その行政官僚的な人間ですよね。彼によって、再建されてますが、銀閣寺のサイトによると、この時に現在の禅宗風に修復されていったんだろうと。だから禅寺っぽく、禅宗風に今銀閣寺になっているのは、この慶長の改修なんです。慶長の改修だって、スレーズはもっといろんな、姿になっていたはずであるというふうに、まあ、北斗銀閣寺公式サイトに書いてあるんで、それは非常によくわかる話ではあります。以上です。足利義政ってのは なんか文化人として才能があるって言われてますけど、うん、コタンビとかいうのは義政の趣味なんですか。室町将軍ってのは本来はもっとお金があって、これちょっとなんか難しいと思うんですよね。義政が趣味がよくてこういったものを選んだのか、あるいはあの文化の、先導する室町の学校に選んだからこういったものが趣味がいいというふうに考えられるのか、この辺あのいろいろと考えられるところが多いかなと思うんですよね。義政っていうのは確かにあの政治的な無能だったようであって、それはあの例えば畠山あるいは芝の内紛の介入の仕方を見てるとよくわかるんだけども、まあ、蹴鞠がうまかったとか、漢詩をちゃんと読めたとか、和歌例えば御花図あの、一応学識豊かで、あの、ありとあらゆる文化芸能に生じた御花角が自分の和歌の添削を義政に頼んでるっていう資料はあって、あのそういう才能はもうすごかったみたいですね。だからまあその影響、その流れで彼がそういう審美眼が優れていたっていうのは、まあ、あの認めていいことだと思います。あのちょっと確認したいんだけど、はい、室町幕府の財政逼迫によって、贈与経済が確立したのか、うん、それとも以前からあった贈与経済が全面的に出てきたのかっていう評価。これあれだよね、あの桜井さんの説の叩き台になるわけだけど、どっちなんでしょう。そこどっちなんでしょう。私もよくわからないです。多分後者じゃないかなと私は勝手に思ってるんですけども、うん、こうじゃないかなと思うんですけど、贈与経済にはならないんで、ちゃんと贈与経済はあるわけですよね。うん、それが目につくようになったということなんでしょうね。うん、と思いますけども、私もこのあたり のあれあんまりやってないんで。いや、だからポラニー的に言うと再分配、贈与の経済から交換経済、うん、でまさに交換経済になってきてるはずの時代に贈与経済が前面に出てくるっていう、桜井説って明らかにポラニーを意識してるわけですね、あれ。うん、あれどうなんでしょうねっていう感じで、まあ、ゼニーの枯渇っていうのは、まあ、中島さんあたりも、うん、盛んに言ってますけど、うん、誰が誰に贈与するんですか。例えば寺が将軍にとか、将軍がお目見えする時には霊物が出るわけですね。霊物を将軍に差し出さなきゃいけないわけです。御霊を将軍同じには霊物を出さなきゃいけない。それでその霊物を目当てに将軍はしょっちゅうおなりするわけですね。そうですね。そうすると吉本ですね、それ。え、吉本すごいですよね。そうするとそれですごく困るわけですよね、あの寺や公家とかは、うん、神社も。でともかくその霊物を用意するために中古市場から買ってくると、扇とかそれを将軍に献上すると、その他にさまざまな宝物を出すわけだけど、その中でほとんどはあの市場に
回されるんだと。一部だけが護持としてプールされるってことでしたっけ。そうですね、あのこういう、あの特に馬なんかも代表的なもんであって、そうですね、の馬なんかいちいち行かないけど、その馬ぐる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 回ってるね。そうです、馬扇ですね。そして、うん、馬扇っていうものはこう、まあ寺とか、あのあれ大名とか、あの公家とか、こういった人々があのこう送りますと、将軍はこれを市場に放出します。市場から買ってきてぐる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 回ってると。でそれの究極の形で桜井さんが書いてあるのは、天皇とそれからあの将軍の間で、天皇から将軍に刀を下賜するんだけども、その下賜する刀がないんで、将軍からあの借りて、それを、将軍の蔵から天皇を借り出して、その刀を仰々しくあの将軍に与えると。で、将軍はそれを母とありがたくおっしゃってたけど、いや、自分の刀なんだけどね、という、そういう話があって、要するにここでは贈与することに意味がある。まあまあ、それは贈与ってそういうもんなんだけど、その贈与の経済化が起こってるってことですね。要するに、貨幣としての贈与を持つ。一般消費物と分けられた贈与を持つ。だからこれを、話を学生にするときは、あの、風俗街の近くのペットショップの犬の話するんです。ああはあ。あの、ペットショップでも風俗街で犬飼っちゃダメだよ、猫でも。それはなぜかっていうと、かわいいっつって、ビフォーのキャバクラ姉ちゃんが客に買わせるわけです。7万円とか10万円とかの犬とかを20万円。で、1日2日も買わずに、すぐ系列のペットショップにまた引き取ってもらって、だからぐる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 回ってるんですね。なるほど。でもすごくペットのへたりがひどくて、持たないと。ペットショップをやってる人は言ってました。それと似てるわけ、今でもあるわけで。なるほどね。だからあれですね、あのキャバ嬢とかホステスが客には同じブランド品を全てプレゼントさせると。ああはいはい。そう、贈与経済ですね。同じですね、これの。同じです。難しいですね、これね。なぜ吉正に行ったのは非常に大きな問題で。あれなんでしょうね、そこで価値観の転換で、貨物の価値体系を切り替えることによって、室町幕府、将軍権力っていうのは莫大な財を得るわけでしょ。うん。今まで昔のものに価値をつけて、価値の高いと思われてたものをさっさと処分して、そのことによって別の対価を得て、その価値が徐々に下がっていく。えぐい商売ですね。っていうとこです、私の感想は。まあ、そういう中では、それは審美眼とかもやっぱりある程度磨かんとね。ええ。私だったら、あの、使い物にならない。そういう意味で、吉正は、あの、意外と有能だったと言えるかもしれない、ね。うん。まあ、ここら辺の、あの、前提としては、唐物、それから室町の美観っていうのは誰か。歴史分野だったら、橋本さん北大の。はい。とかね。そんな感じかな。贈与でね、くるくるしょ、まあ、商品は回るとしても、回ってるだけでは付加価値上がりませんよね。どこかで実際に収益を上げないと。それはお寺が上げてるんですか、ね、将軍でしょ。まず将軍と市場です。例えば、ある扇を7万円で市場に売るわけです。市場は新品だったら20万円をするものを10万円でお寺さんに売るわけです。3万円市場儲かります。で、一番損口はこの人ですね。その代わり将軍をなりってことでかかった経費は下々へかけていくわけですね。儲かるのは将軍と市場ですね。三方よしとはいかないんですね。荘園はブーブー言うわけですね。こういう感じですね。そうですね。もういい加減にしてくれ、おんどりゃ、ぶりゃってことになるわけです。吉政はお金欲しいから必死におなりするわけですよね。そしておなりすることによって下手したらどっかの自覚が上がったり社格が上がったり、行ったところのおなりしたところの関東が上がったとすると、また莫大な金が動くわけですよね。ですね、うん。そうするとまた将軍家と天皇が儲かるわけで、たまんないのは寺社、大名あたりで、それは両国にかけるわけですね、荘園や両国に。
ある意味こうしたある種の錬金術、バブル的な錬金術の最後の花かもしれませんよね。うん、で考えてみたらこれのシステムだったら天皇、あの武力ない天皇でもいくらでもあのできるわけだな。あの錬金術ですねこれ確かに。うん、だってこれやってたんじゃないの、実は、うん、やってるはず。 やつが今ちょっとあの一生懸命今思い出したけど、天皇もそういやこういうご花園って結構こういうことやってたよなって気がしてきて、あいつやっぱり錬金術やってんだと。これはかなり儲かるらしいんですね。一回お成りすると100万から1000万ぐらいになるわけでしょ、うん、将軍家としては、うん、あと何かあったら太刀を持ってこさせるという話もあったなと思ってですね、うん、それは太刀なんかそのたくさん持ってどないす引き出も太刀でそのたくさんどないすこれなんですね。結局売るんです、ぐる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 回る太刀が。面白いですね。明らかにあの桜井さんはこれあのトロブリアント諸島とかいろんなところ の, あの贈与経済、まま巡って巡る巨大な艦としての贈与経済のイメージのもとに書いてると思うんですけどね。うん、こういう話になると私は生き生きしてくる。これ書かれたのは時代的には何年ぐらいですか。2011年。うん、最近です。もう結構遅いんですね。で、あの96年にあの、これは11年です。あの、桜井先生のこういった話を書いた本は1996年、日本中世の経済構造。うん、でやっぱりあの90年に入ってくると、あれですよね、あの北方市でもカール・プランニーを援用して、こういうあの交換経済の話が出てきてるから、まあ、やっぱり90年代なのかなと、80年代から。まあまあ、その頃は勝本さんあたりも。勝本大臣あたりも、うんうん、プランニーがうにゃ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 って若手に話してたんで、やっぱり70年頃にプラン、あれ70年やったかな、あの70何年やった、ね、うん、カール・プランニーが、うん、あの栗本慎一郎の、栗本慎一郎の重要なあの業績、うん、あのここであの口滑らして唯一のとか言ってはいけない。パンツを履いちゃダメですよ。そういうあれもあったから、まあ、2つ、うん、いやあのプランニーの翻訳は大きいですね。あの、うん、栗本慎一郎先生の研究として、うん、業績として。なんとなくタレントとかなんかそういう怪しいイメージで語られがちだけども、プランニーの日本翻訳した通行績はやっぱり大きいなと。うま、ん、く、あの、あなたこの後できた。うん。おかげで私も読めた。私も買ったけども読んでない。ちゃんと読んでない。いや、読めようと。まさに東山文化と贈与経済、やっぱりこういう面で見ないといかんと思うんですよね。こんなとこまで影響してるとは思わなんだですね。私は経済学やったからそのものズバリやったんですけど、あ一応経済史ですから、こちらこの桜井先生も一応経済史、社会史、社会経済史ですね、うん、なんだ私の元主要科目と一緒じゃないか。流通系、専攻は流通経済史か。まあ、社会経済史でしょ、彼は。うん、社会経済史っても、年貢算用帳を計算するようなのじゃなくてね。社会経済史って言うと、非常につまんない、そういうことばっかり人口統計とかやるのが社会経済史と思ってるのが主流だけど、もうちょっと違うと思うんで、うん、いや、難しいんですよね。まあ、そこら辺じゃやっぱり、勝俣さんの光景ですよね。うん、アミノさんとの関係で言ったらどうなんでしょうね。やっぱ勝俣だからアミノとも関係があるってこと、アミノ氏学、うん、あるし、あと石井さんの弟子でもあるし、勝俣先生の弟子でもあるし、小見、うん、さんとも影響があるし、ポスト的には勝俣さんの後ですからね。ああ、うん、そこに美術品、五物が流出したって、これは室町幕府が持ってたものから出ていくんですか。結局、まあ、監禁して管理にするという話やったと思います。だから、まあ、東山五物で吉政の時にはむしろ出ていってるという話を、桜井先生やっておられて、あの室町の精神で、室町人の精神か。だから、錬金術ですよね。既存の五物を効果で売り抜いて、
新しく入ってきたものを語物として付加価値をつけてっていうことでしょ。うん、あ、そうですね。要するに将軍の手を取ると金は急にバンと上がるという。将軍が持っていたということで付加価値が上がるわけね、価値が。うん、でこのためやっぱり将軍自身が審美眼に優れんと、どう見ても趣味の悪いもので将軍がこれ趣味言うてもやっぱりそれじゃ あかんのちゃうかなと、うん、そういう意味ではあの吉政はそういう面では確かに優れていたかな。例えば吉光ってその辺どうなんだろうと、うん、吉光さんどうなんだろう。天は文化というけども、あの実は後世残してるようなものは何もないと桃崎さんに言ったけども、吉持なんかは墨絵が非常に上手だったなって、まあそういうやっぱり室町将軍家っていうのはやっぱり芸術的にも結構いろいろ優れてなきゃならないというのはあって、でそれ、なんか高岸明さんの本で読んだけど、ご花園の絵がうまかったらしいですね。残ってないらしいけど。それからですね、天皇の、筆跡なんかも、それだけで金になるわけだから、あれもいい錬金術になるよなと思って。なんか今、なんか石膏話で、天皇が自分の真筆を売っ払おうって金にしてるって、いう、天皇って貧乏やったね、ここそこで困ったんやけど、実はそういうふうに捉えちゃったら大事なもんなくて、逆にこれ、錬金術やというふうな、こういう側面の中で見てみるのもありかなと。五奈良天皇なんかなり出してるらしいから。御所の庭に下げてたとかね。うん。高いお金出して買う人がおるわけですね。そうなんですよね。で、それが誰が見ても下手くそだと多分買わないし、例えば、その辺、例えば、五光厳流の天皇でそういうことできそうな人っているんかな、みたいな。現三権の長様のお上手な字を高い金で買いたいっていう人いるのかなっていう。うん。こういう感じの絵ですね。うん。東山文化はある意味、日本の価値観の一大転換って、やっぱり応仁の乱革命説と結びつきますね。そうですね。怪奇アジア史のいわゆる伝統的東洋の完成という岸本美穂さんの話とも通じるなと思って。やっぱりこの辺、そこら辺なのかね。例えば、朝鮮だとその前の古領の文化は忘れられてってことですか。うん。むしろ抱きされるわけか、うん、まあ、とりあえず大きな断層がある、うん、本当かどうかはまだ私もわからないけど、うん、そこにこの時点に置いていいのかどうかも私はわからないけど、わからないけど、とりあえずこういうこの時期前後、結局長期の16世紀で200年ぐらいになるのか。だからさ、長期の16世紀って言い方からして怪しいし、もっと名前変えなきゃいけないし、会議士の連中はともかく話を面白く漏れれば何でもやるから。聞いてる、ももちゃん。ももちゃんさん、桃崎さん。いえいえ、金の方。私と仲のいい桃木さん。桃木。海域の親もともかく話を面白く盛れれば、まあ、正しいこともあるんだけど、ちょっと盛りすぎな点もあるんで、本当なのかな。まあ、メタなめてみるとそういう流れはあるってことは認めるんだけど、詰めるのは難しいですよね。難しいでしょうね。難しいですよね。私も若い頃はそういったことで大きく盛りたいと思ったけども、もう才能ないことやめた。いや、盛るのはいいんだけど、それを証明してくるのがね、今度また、海域の石の人が割と批判する、一国史の人が詰めていかなきゃいけないわけで。まあ難しいね。両方が共闘していかないと、詰められないね、これは。うん。これは私はね、わかんないけど、まあ、ベトナムっていうと、やっぱりその時代のベトナムっていうと、桃木さんだし、チョソンはどうなんだろうね。まあ、そう、立命館アジア太平洋大学の今日本史やってる先生、あれもな、ベトナム史だもんな。だからあれは毛毅さんの弟子か。うん。
でも逆に立命館じゃ大変だな。日本史の授業をやる先生がそのベトナム史の先生しかいないというのはこれはこれで問題じゃないのかと、うん、私をクビにした後ベトナム先生が一人やってるというのは厳しいものがあると思うんだが銀閣寺ね、はい、江戸時代に改修で禅宗風に変わったって出てきましたよね、はい、室町時代は建った時は何やったんですか。まあ、ごっちゃ混ぜじゃないですかね。つうか、まあ、こういうなんか悟りとかこういうのとりあえずこういう感じであって、多分極端な話言ったらいろんな宗派がいろいろ混ざってたんじゃないかなという。まあ、多分彼は禅、なんか室町将軍家で禅のイメージ強いけども、まあ多分ごちゃ混ぜだと思うんですよね。いるのも混ざってるはずで。海山院ですか？最初の住職は誰なんですか？そこだな。海山一応無双祖籍を海山に置いてます。一応無双祖籍を禅寺とかにしてるんですけども、まあ当時の禅寺っていうのがこういう、今我々考えてる禅寺とちょっとイメージがやっぱり違う。やっぱり中世後期から近世にかけてやっぱり何宗という、そういったセクト化が進んでいくから、まあ、それかん、そういった関係でね、まあ、禅寺であるから言って、現在にこういう、こんな感じの禅寺であるとは限らないと。特にこの銀閣寺の方で言うとあるのは、こういう哲学的な庭というのは、これ、近世のもんだ。ここ、塔頭とかそんなものはないですか？この自称寺が、境外塔頭。これが相国寺の、これ自身が塔頭なんで。そんなに規模大きくないですよね。面積は別にして、建物の数なんか見たら、天龍寺とか、ああいうのに比べれば。だって、いわゆる学問する寺って感じじゃないですよね。うん。施設がない。法上がメインでしょ？これね、うん。東人とかもそうなんですね。うん。妙心寺とは違いますね、確かに。うん、足利義政の隠居所みたいなもんなんですか？そうなんでもないんですか？いや、そうです。もともとはそうです。もともとはこういう形で、寺でもない。もともと東山殿は寺ではないと。義政がここにいた頃は寺ではなかったんですか？うん、寺ではないんです。義政の死後、寺に改められてる。これより東山殿です。東山殿という施設なんですか、もともとは。そうです。だけど会所があるってことはある程度公もあるわけですね。うん。1488年には朝鮮に使者を送ってますからね、義政も。うん。日本国源義政という形 で。それを完全に義久ではなく義政が取り仕切ってるわけであって、外交問題は琉球、それから朝鮮、明、この辺も義政が取り仕切ってますから。まあ、だから、一応、かなり、実は結構公的な、うん、公的な意味はある。この東山殿に住んで、外交と全員関係は、義政が取り仕切ってたということ、うん、そうですね、うん。その二つは最後まで、それ以外にもいろいろも、実は手放さなかったんで、揉めるんですけどね。最後まで外交と全員は手放すのをしなかったらしいです。そこが一番金になるか。うん。義久と義政です。トラブったんでしょ？トラブってますね、だから。義久の方がこちらへ政務を渡せとか言って。うん。で、少しずつ渡していくんですけども、最後までこの全員と私が外交だけ譲れないんですよ。じゃあ、その頃室町幕府がツートップになってたわけですか？うん。なかなか実際問題、大御所になって、大御所がすっきりと引き渡せれてないですよね。後藤の側握ってて、で、もうわし、これからお前に全部譲るわって渡すというわけでもなく、うん、そうすると黒沢明の乱ですよ。譲るという例ないですね。結局完全に譲っちゃったという例がないんだが、うん、譲ってもなんかぐだ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 落ち着けるし、義満は義持がいても実権に切ってたんでしょ、全権を、うん、で義和は義持は義和の時に全権持ってるし、義久は時に義政は全権持ってるし、全権か、少しずつ、義政はその意味で引き渡してるから、まだ偉いもんだ。逆に偉いもんだ。それまでの慣例だと、義政が全部握ってて、将軍の義久の方が
見習い。そういう、そうなんですよね。なるほど。でも吉村さんはある程度渡したと。銀閣寺はこれ全部ぐらい見学できるんですか？限定ですね。基本的にはその庭をずっと回るだけで、建物に上がるというのは特別公開の時だけです。こういう風に行ってこういうところをくるーっと見て回るぐらいかなという。銀閣寺ってその建物というよりこのにに庭が価値なんやって。銀閣に価値があるんだけど、銀閣は庭を引き締めるために置いてあるだけで。ああ、なるほど。そんなことなんか教科書で読んだよ。国土の教科書なんかで。ああ。結構大きなお寺ですよね。敷地はね。建物は少ないけど。で、建物もそんな大きくないしね、一つ一つは。銀閣はね、小さいですね。うん、小さいですね。